ポールポジションから選手を紹介いたします。まずはポールポジション、1番グリッド、カーナンバー1、堤晃太、そして2番グリッド、カーナンバー21、岡村健、そして3番グリッド、カーナンバー29、小島風太、4番グリッド、カーナンバー7、藤原道長、5番グリッド、カーナンバー18、中山翔平、6番グリッド、カーナンバー5、高橋晃太、そして7番グリッド、カーナンバー8、笹川健二、この7台のマシンの戦いとなります。さあスタートいたしました。まずはフォーメーションラップローリングとなります。さあ現在ですね、2連勝中のカーナンバー21、岡村選手に対してですね、一時ちょっとね、カートから離れていた、カーナンバー1番堤晃太選手、ちょっと注目ですね。さてではですね、一発で、スタートできるのでしょうか。ここでちょっと隊列を整えます。さあ一発でいけそうですね。あ、もう一周となります。もう一周です。若干スピードが上がってしまいました。もう一周フォーメーションラップとなります。さあこの周でスタートできるのでしょうか。さあここで隊列を整えます。しっかりと隊列を整えてスタートできるのでしょうか。さあしっかりとスローダウンです。ここから隊列を整えて、さあスタートいたしました。シニアマックスクラス12周での戦いです。さてすごいタイムが出ることを期待しつつ、この7台での戦いですね、ちょっと楽しみです。さあ早い早い第6コーナーに突っ込んでいく。さあこのね、少しカートから離れていましたこのカーナンバー1堤晃太選手、復帰第一戦らしいのでちょっと結果を残したいところ。さあ1周目、さあ1周目からいいですね、いいタイムが出ております。まずはトップ、カーナンバー1堤晃太選手 39.014 なんですけれども、なんと4番グリッドからスタートしました。カーナンバー7藤原選手がなんと2番手で 38.796 というタイムを出しておりますね。そして3番手カーナンバー21岡村選手、なんと4番スタートの藤原選手が一気に2番手に上がってきている。堤晃太選手のケツをぴったりと狙っているところ、上位に上がることでしょう。トップを狙う、さあモナコに突っ込む4台のマシン、いいですね。1番7番21番ね、このマシンのね、3台のマシンがかなりぴったりとテールトゥーノーズ、テールトゥーノーズぴったりとくっついている。さあいいですね、トップまだまだこの4台のマシンがね、ちょっといい感覚で第6コーナーに突っ込んでいく。そしてですが5番手のマシン、5番手カーナンバー18、あーまさかのね、ここでスピンしてしまったコースアウトです。第6コーナーで、先ほどのクラスもそうですけれども、第6コーナーで何か魔物が今日はいるのかもしれない。さあ1台のマシンがコースアウト。さあトップを守っているのはやはりカーナンバー1堤晃太、復帰第一戦
第6コーナーに突っ込んでいく。いやですがですがぴったりとくっついてる。いいですね。テールトゥーノーズトゥーテールトゥーノーズトゥーテールトゥーノーズ4台。もっと言いたいからもっともっと突っ込んで、おここで何かが起こったぞ。さあなんとカーナンバー21岡村選手がトップに躍り出た。いいですね。モナコアウトで気が緩んだところで岡村選手が前にグギ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 と出ました。さあちょっと気を抜いてしまった堤康太選手トップを譲ってしまいましたね。ここはちょっと負けられないところ。さあ第6コーナーもさあ回ったところで、いやいい走りを見せてくれておりますね、カーナンバー21岡村選手。さあ現在第6コーナーのところでカーナンバー18中山翔平選手がマシンがねコースアウトしておりますね。さあトップ争い2台のマシンですね。これね岡村選手がねトップに出てからねちょっとねいい走りを見せているんですよ。なんとすごいですよ37秒台なんと5台のマシンが37秒台すごい速いな。さあなんですけれどもね、堤康太選手の方がなんと2番手の堤康太選手の方がタイムはね、コンマ4秒コンマ 0.4 秒速いので、詰めているところですね。さあですがカーナンバー21岡村選手トップ第6コーナーに突っ込んでいく。タイムは 37.775 そして2番手か、堤選手が 37.735 さあですが距離はねだいたい 2.533 マシン差ぐらいあります。さあまだまだなまだ7周ですからね。さああと5周あります。さああと5周でドラマが生まれるのかどうなんでしょうか。トップ争いはこの2台ですね。若干距離がね、若干距離を離している岡村選手に対して堤康太選手負けられないところですね。まだまだ予選とはいえねちょっとねポールスタートですからちょっと意地もあることでしょう。さあそして3番手カーナンバー7藤原選手、いやいいですね皆さん早いですよ37秒台出ておりますからね。さあ5番手のカーナンバー8笹川選手もね5番手なんですけれども 37.893 というねいいタイムが出ております。これはね詰める可能性もあります。さあ、4番手のカーナンバー29小島選手ちょっと気をつけておきたいところ。さあですがちょっとそれぞれのマシンにねちょっとね、ラグ、ちょっと距離が出てきておりますからねちょっとこれは抜けなくなるかもしれない。ちょっと若干余裕が出てきていますね岡村選手。さあこれでいいのか復帰第一戦堤康太負けらんないところ。さああと今9周クリアあと3周となりました。さあいいタイムが出ておりますね、岡村選手 37.617 というタイムが出ております。さあちょっとね負けたくないところですね。岡村選手は現在2連勝中ですからね、ちょっとね3ピートしたいところ 3連覇したいところですからね。ちょっとここはね、予選でまずポール取っておいて決勝でがっつり逃げ切るそんなね走りを見せるのかもしれないですね。さあ現在10周あと2周ですね。さあ少し距離が出てしまったな、5マシン6マシン差ぐらいあります。さあ若干余裕もちょっと出てきている岡村選手ですけれども、ちょっと堤康太選手ここは負けられない頑張ってほしい。さあファイナルラップとなります。さあファイナルラップやはりねいい走りを見せている。距離がね、タイムも少しねちょっと、離してきているところなのでね岡村選手ちょっと余裕が出てきているのかもしれません。さあファイナルラップですよ。さあ安定した走りとなってきております。
何もなければこのままゴールすることでしょう。第6コーナーに突っ込んでいく。さあ無難な走りを見せる岡村選手、トップでチェッカー、固い走りチェッカー、そして2番手は堤浩太選手、3番手カーナンバー7藤原選手、4番手カーナンバー29小島ふぶた選手、そして5番手カーナンバー8笹川選手、6番手カーナンバー5高橋浩太選手となりました。シニアマックスクラス予選ヒート、これにて終了。さあ第6コーナーのところでね、マシンが一度トラブルでマシン回収します。現在マシン回収に行っておりますのでね、最後ね X30 クラス、予選ヒートスタートまでしばらくお待ちください。現在マシンを回収しに行っております。もうしばらくお待ちください。